これは 2B のオフィスです。本当に映していいの？なんか壁増えてるんだよ。いろいろ教えてほしいんですけど、うん、いや教えも何も俺ここ何に使うか知らないのよ。ここは何になるんですか？こっちは多分社長部屋とか。社長部屋？ね、ここ入っていいの？入っていいの？こっち入っていいの？え？入っていいって。え？さっき一応ダメって言われたんですけど。本当？でも、はい、いいって。いいですか？うん。ここ入っちゃっても手指隠すとこないですけど。じゃあいい。だってここでなんかタレントたちが荷物置いたりとかして、でスタッフとかがカタカタやったりとか、やっと会社っぽく。そうで、あの3つの、あの3つの席が多分真ん中が所長の席で、ちょっと社長の、おい、え、社長の机、真ん中が社長の机。マジこれ作業してるこれ。あ、完全に。あ、ほら。はい。やっぱ社長の机だけあって、ほら。MP のこれ。あ、でこれまだ出してダメなのか。シングル、あ、シングルになってるもん。サインいるね。多分これあげたんだろうな。勝手に触っていいんですか？ちょっとわかんないです。これ何やってるの？から音楽聴いてんのかな、これでね。あのできた曲とかさ。一回つけて座ってみます。いや、ちょっと怒られるの俺なんだ。さすがに一瞬だけパッとすぐバレないよ。バレる、映像に残るじゃん。ちょっと待って、俺怒られたくないよ。こういうことだよね。あ、確かにこれが社長の景色か。いやいやいや、なぜかメジャーあるよ。やっぱこれで寸法してちゃんとこれいろいろやってんだろうね。あ、DIY とかもさ、社長自らやられるじゃないですか。自らやってるんですね。いや、自らやってるかどうかはあれだけど、好きなんですね多分ね。結構ね、お世話になりました。社長のペンってどういうペン使ってるんですか？社長何？社長のペン。え？ペンはどういうペンを？ペンはもうペン普通のペンですね。普通です。はい。わあ、ちょっとなんかさ、怒られるってこれもう。ケース。うわ、これ多分なんか名刺ケースっぽいけどな。これ。押さないと。こんな感じで置いてたよね。はいはい。やばばやば、アンピーのなんかシール潰した。ありがとうございます。怒られる時一緒だからね。じゃあ行きます。あ、ちょっと置きだけ。はいはい、北山チャンネル。よいしょ。2回目ですね、本日は。はい。何するんですか？今後の企画を何をしていこうかというのをちょっと北山さんと僕らで考えていければなと思っております。大事ですね。ちょっともう一回やっていいですか？もう一回やる？はい。何を？ちょっと失敗しました。え？何それ？何それ？何するんですかのテイク2？はい、お願いします。も
分かりました。何するんですか。実は今回2回目ということで、うん、これをこれ忘れてたらね、絶対1回目とあれよ、あの、あ、なるほどね、はい、1回目のやつも使ってくださいよ。はい、ということで企画会議。はい、はい、企画会議をやっていきたいと思ってます。そうね、大事だから。はい、まあ、北山さんのやりたいことと、まあ、僕らが北山さんにやらせたいことだったりをちょっといろいろと練っていこうかなと思いまして。めっちゃいいじゃないですか。はい、で今回ちょっといろいろと考えてきたので、お、あのちょっとこのホワイトボードを、あ、さすが、もうあるんですね、そこら辺は。 TOB さんからお借りしたんです。あ、これ借りてるよね、だっていつも使ってるようなやつだもん、これ、はい、そうです。なるほど、これが、はい、考えてくれたやつね。はい、ちょっといろいろと考えてきたので、まずはサソリを食べる。もういいでしょもう散々そういうのやったよ、サソリ食ったタランチュラ食べたりとかいろいろやりましたよ、ね、タランチュラあのベビースターみたいな感じだし、毛が生えてるからさ口の水分持ってかれるんだよ北山さん的にはじゃあこれは三角、ま、いやいや三角×やろ、三角で一応三角。北山くん初めての一人旅。一人旅ね、はい、まあ、町の方たちと触れ合ったりも含め、なんかこじんまりと北山ベースでだけでやっていくのもあれかなと思い。確かにね、絵は欲しいよね。絵は欲しいです大きな大きめな絵欲しいよね。とりあえず理想でまず北山さんが行きたいところ。僕はやっぱ東南アジア行きたいな。東南アジア、うん、マレーシアとか、うん、フィリピンでしょ。え、なんかそれは理由あります。やっぱなんか東南アジア好きなんだよねなんかまだなんだろう、ちょっとナオト・インティライミさんとなんか話してて、ヨーロッパ圏とかだとあのコミュニケーションがなくても生きていける国、はい、要は隣の、ま、マンションに誰が住んでるかわからないみたいな、はい、だけどアジア、東南アジアの県はやっぱ人同士がこうつながっていかないと、なんだろう、生きていけないってわけじゃないと思うけど、はい、そういうコミュニケーションから、うん、うん、始まっていくことが多いっていう、コミュニケーション取りやすかったりとかするのがなんか東南アジアだっていうことも聞き、フランス、スペインとかも行ったけど、やっぱりなんかアジア圏の方が、まあとは言いつつも予算が多分、そうなんだよねだってどんなのがいいですかって言うから、はい、まずじゃあその理想からそうそう、理想はなんか東南アジア、国内だと近場だったら、去年スキー始めたんですよ。おう、スノボじゃなくてスキー。そう、スキー始めようと思って。あ、始めてないんですか嘘ついたってことですか。嘘じゃない、普通に、はい、冬にそういうアクティブなことをするのを結構、俺寒いの一番嫌いだから。あ、嫌いなんですね。寒いのが一番嫌いなの。じゃあ左利きなんですね。あ、はいスキーと温泉とかね。スキーと温泉、でもスノボの方がかっこいい気はするけどね。あと、なんか逆に気になるのとかあります。フットサルチーム作って日本一とか無理でしょ走れない、走れない。あ、でもこれできたじゃん一応。 あ、できてないか、スペースだけだから。もうバージョンアップさせよう。机とか椅子とか、はいはい、このだけじゃなくてちゃんとこう絵になるね。バージョンアップ。左利きになるわじゃあこれもあれですね。それもあれだね、はい、フットサルチームとかはまああれだよな、ちょっとそんな、うん、そんなすぐにはできないからね。一応なんかあのウィキペディアで見て、サッカーがサッカー推薦で。あ、そうですよ、サッカー推薦で高校行きました。まだその技術は、いやあれ無理でしょいやもうボールあるやん一応ちょっと持ってきたんですけど、リフティングとかできます。リフティングとか俺もできないんだけど、多分久々なんだけど。北山さんそのボール触ってるのあんま見たことないです。本当？テレビとかでもやってます。あんまやってないかも。
あ、でも番組で昔やってたのが解散の番組とかで。いや、うまいっすとかね。うまいっすやめよう、やめましょうダメだ。モーニングルーティーン崩壊、例えばです。あ、なんかルーティーンをなんかもしあったりしたら、なんかあれだね、女優さんとかがさ、モーニングルーティーンやったりとかさ、なんかヨガやったりとかさ、朝で左右から始まるんですみたいな、そういうことでしょ。そうです。俺、はい、キンキン冷えた水飲んでるからね、朝。あもうそれ大丈夫ですか、お腹。いや大丈夫だと思ってる。気づいてないのかもしれないけど。あとスリックバックステップって、あの、まあ、最近巷で流行ってる。え、どうやったんだっけ、なんか同じでしょ。あ、そうそうそう。あ、どっち。あれ、こんなでしょ。いややわムーンウォークとかもできるんですか。ムーンウォークはできる。え、ちょっとでも待って、俺後ろのムーンウォークってあんま結構苦手なんだよな。こうやってでしょ。あ、できます、できます。後ろ以外何があるんですか。ムーンウォーク、なんかサイドがある、こういうのが。ああ、できてますどこ行くのか挑戦はありってことですかね。じゃあ、うん、全然。で、二重丸になってるいや、見てみたかった。見てみたかった、はい、やるんだったらめっちゃうまくやりたいわ。ああ、いいですね。スイカゲームを実況しよう。ゲーム実況。ゲーム実況、俺やったことない。ゲーム実況、ゲームはされますか。ゲーム最近はあんましてないかな。でもウイレとか、はい、サッカー。サッカー、ロールプレイング系はあんまやってないの。なんか結構あれ時間超取られない。はい。スイカゲームってロールプレイング。いや、あのぷよぷよみたいなぷよぷよってあの消すやつでしょ。そう。でもゲーム実況ってやったことないから、スイカゲームにこだわらず。じゃあここはありってことですね。あとは昭和男子でもよく言われている北山さん VS 令和ギャル。なんかさ、なんかあの平成 VS 令和だったら分かんのよ。で昭和なのよまあおもろいと思うけど、どうやって対決するの。詰めてねなんかギャルと仲良くなろうだったらいいかもしれない。まあじゃあこれと一緒ですよね、その平山の知らない世界というか。あ、そういうのなんか知りたいかも、いろいろ。なんかプレゼンじゃないけど、こういうのあるの知ってます、はいはいはい、みたいな。でも絶対同世代だよね。おいくつですか。38です。おお、ためよ。あ、ためですか。ため、ため、ため、同世代だわ。よろしくお願いします、うん、だからお互い同い年で知らない世界やるってことだよね。いや、呼んでです、その。あ、呼んで呼んで呼んで。あ、マツコさんみたいな。あ、そうですね、某番組の。あ、そういうの俺知りたいかも。北山さんの知らない世界を暴いていこうと。あ、明太子とか。明太子。あ、そういうことじゃないよ。そういうことじゃなかったですけどた、例えばだよ。まあ、食べ物系ですね。生姜焼き、これ食い尽くしたいね俺まさかの生姜焼き大好きなの。あ、そうなんですか。だかベストオブ生姜焼きとかね。めっちゃいろんな生姜焼きある。確かに全部生姜きつねが好きで、豚バラの方が好きなんですよ。 あと今気になるのはチャーシューエッグ。チャーシューエッグ、チャーシューに卵、あの半熟ボンって乗ってるだけど、チャーシューエッグのなんか専門店みたいのってなんかあんまり聞いたことないですが、あるっちゃあると思うんだけど、練馬の安沢屋っていうところが、あ、なんかスルスルチャーシューエッグすごいプロダクト。それ食べ尽くすのもありだと。チャーシューエッグ、チャーシュー好きだから。あ、そうなんです、ね、うん。あとラーメンも好きで。あ、ラーメン、宅麺ですね。ラーメンだったら宅麺っていうの、宅配のラーメンなんだけど、お店のスープそのまま冷凍して、麺も冷凍して届くんですよ。いいっすね。本当にって思ってる。あ、はい感情読めねえあ、
あれじゃん、 YouTube いつも私服らしいんだよね今後。あ、衣装。そう、ロゴも出来上がったのね。あ、そうなんですか。そう、あの自分のやつの。あ、ちょっとあります今。あ、そう。あ、かっこいいですね。これは H と K が混ざってる、あと矢印になってる。いいですね。でそのロゴを T シャツとか、なるほど、パンツとか、他に短パンとか、そういうのがあるといいな。じゃちょっと今いろいろ案が上がったので、ちょっと今後もこういう会議をさせていただけたらなと、うん、やりましょう。はい、思いますので。終わり？終わりですね、本当大丈夫？まあでも今後だから、これからどうなっていくかってことだから。はい、そうです。このチャンネルで海外進出を目指したいなと。ああ、やっぱいいっすよね、はい、それはね、やるからにはね、はい、そういうのね。で一応あの上の人に確認取りました。おお、ちょっと話して、うんうんうん、そしたら登録者数100万人くらいいないと海外に売り込みづらい結構今のさ、ご時世めっちゃむずいんじゃない？100万なんて、まあ、結構むずいです。むずいどこじゃないよね。だっていや、なかなかですね。マジか。だからこのちょっとチャンネル YouTube でいろんな企画をやりたいです、うん、ああ、まあこう登録してくれる人というか、見てくれる人が楽しんでもらえるようにみたいなことかな。そうですね、北山さん の, あのファンの方も含め、うん、あとは新たなファン層というかっていうのも取り込みたいと思っているので。意外にね、めちゃめちゃ体張ってた企画よりも普通に宝くじ買ってたりとかの方が数字良かったりすんのよそうなんですね。どこに数字が眠ってるか分からないから。分かりました。ちょっとでもまあまあやってみましょうか。やってみましょうか、なんかね、やってみましょうか、はい、やってみましょう。